調子はどうだ。は？ゴルオ、それ本気で言ってるの？嘘でしょ。そんなに間抜けだったの？何言ってやがるペトラ。俺は本気だ。それが兵長にとって最も役立つものだからな。ねえ、ちょっと聞いてよ。兵長への贈り物、オルオが掃除道具はどうかって言ってるんだけど。ほら見ろ、兵長の役に立つものを贈るのが一番いいんだ。しかもただの掃除道具じゃねえ、すっげえ水を吸う雑巾だぞ。確かに実用的だし兵長の役に立つかもしれないけど、いくらなんでも雑巾を贈り物にするのはないと思う。やはりペトラは分かっていないな。その程度では俺の女房を気取るにはまだまだ。ねえ、あなたはどう思う？雑巾を贈り物にするっていう案。そうだよね。雑巾はまた別の機会にしなよ、オーリュウ。なら他にいい案でもあるってのか？俺に反論するなら代案を考えてからにするんだな。オルオに相談したのが間違いだったのよ。もう自分で別の案を考える。ま、俺以上の案を思いつけるとは思えねえが、楽しみに待っててやるから、せいぜい考えるんだな。司令がいらっしゃるぞ。せっかくだから挨拶しておくか。ピクシス司令、お疲れ様です。今日も上等な席を引っ掛けながらお散歩ですか。アンネス、人聞きの悪いことを言うでない。外に持ち歩くのは安酒じゃ。そういえばトロストク奪還作戦では思い切った決断をしたもんですな。何、勝てる可能性があったからこそ賭けただけじゃ。わしは負けるのが大嫌いじゃからの。いや、わしよりもあの作戦を立案した者こそ称えられるべきじゃろう。さて、任務があるので俺はこれで。お主はまだ時間があるか。ちょっと付き合ってもらいたいことがあるんじゃがの。チェスの相手を探しておってな。お主、やり方は知っておるか。そうか、ならばわしを相手に腕を磨くといい。チェスで頭を鍛えておけば戦術を考える上でもきっと役に立つはずじゃぞ。まあ基本的なところは理解できたようじゃな。次は真剣勝負じゃ。覚悟しておくがよい。
るわ。あんたは。聞かせて。おお。ありがとう。よう、君か。わざわざ挨拶に来てくれるなんて礼儀正しいんだね。それじゃあ私も改めて自己紹介をするとしよう。私はハンジ・ゾエ、調査兵団で分隊長をやっている。ハンジ分隊長の部下、モブリット・バーナーだ。これからよろしくな。ああ、そんなに固くならなくてもいいよ。ほら、何か私に質問とかないのかい？何でも答えよう。なぜって、もちろん将来有望そうな兵士がいたからさ。いつだって調査兵団は君のような兵士を求めているからね。兵士として巨人と戦うのは当然の仕事だけど、同時に巨人の研究も大事な使命の一つだと私は思ってる。君もそう思うだろ？巨人研究の重要性が分かってるなんて、私の目に狂いはなかったみたいだ。とにかく君にはこれからいろいろと手伝ってもらうことになると思うけど、一緒に頑張ろうね。
も分隊長が今朝までに資料をまとめろなんて言うから。モブリットさん、ひどい顔ですよ。少し寝てきた方がいいんじゃ。いや、夕方から兵団の会議があるんだ。今寝たら確実に寝坊する。実は君にもいろいろと用事があったんだが、すまん、今は何も考えられそうにない。今度でもいいか。ありがとう、そう言ってもらえると助かるよ。モブリットさん、会議が終わったらちゃんと寝てください。そのうち倒れちゃいますよ。いや大丈夫大丈夫、モブリットは強いからね。分隊長、会議は夕方からって話でしたよね。うん、そうだよ。ただ会議にあたってやっておきたい実験があってね。そうですよ、分隊長、あなたに人の心はありますか。心配しないでよ、そんなに時間のかかる実験じゃないから。じゃあエレンも君もまた今度。さあ行くぞモブリット。分隊長、すまない、それじゃあまた後でな。やばいってことだよな。おっと、
やるさ。やっと。Come on.
ったつもりか。ならば礼を言う。まあ仕事ですから。やばいってことだよな。逃がすわけにはいかない。追撃しろ。意外と手軽じゃない。次はどうすればいいか分かってるわ。死んではいないな。大丈夫です。行きましょう。
これじゃ巨人と戯れる余裕はないね。わかりました。続きます。いや、おっと、ジャッジ、街に強い巨人がいるのかな。お世話になりました。
仲間を見殺しになんてできない。めんなよクソ巨人ども。
食料庫からもらえますか。やるね。やあ、ちょうどいいところに来てくれたね。どう？調査兵団にはもう慣れた？そうか、それは何よりだ。ここ最近は壁外での任務の機会が増えているからね。空いた時間にみんなと仲良くなっておくことも大事だよ。しかし任務の回数が増えれば増えるほど研究に割ける時間は減っていくから困りものなんだよね。どこかに手伝ってくれる人はいないかってモブイットと話していたんだけど、君どう？今日からこの子が私の助手。分隊長、とりあえず一度落ち着いてくださいよ。新兵だって任務や訓練で忙しいでしょうに。君も無理して分隊長に付き合わなくてもいいんだぞ。しかしモブリット、このままだと私も君も忙しくなる一方だ。エレンのこともあるし、巨人研究はこれからが本番なのに。それはまあそうですか。ということで、もし君さえよかったらなんだけど、助手として本格的に私たちの手伝いをしてみる気はないかな。次に会う時までに考えておいてくれ。強制してるわけじゃないけど、きっと楽しいと思うよ。うん。
気持ちで負けたらごめんね。よう。
こんにちは。調査兵団として感謝するよ。君の噂は聞いてるよ。私はナルバ、こっちはゲルガだ。一応爆発だけは踏んでるからな。何かあったらいつでも俺たちを頼ってくれていいぞ。で、君の隣にいる大男がミケ・ザカリアス分隊長だよ。気にしなくていいぞ。初対面の人の匂いを嗅いで鼻で笑うのはミケさんの癖なんだ。ついでに教えておくと、ミケさんは嗅覚がすごくてな、巨人が姿を現す前に匂いで察知できるんだ。しかも調査兵団の中ではリヴァイ兵長に次ぐ実力者なんだよ。雑談はそれくらいにしておけ。ちゃんと教えとかないとただの変人だと思われるよ。お前には兵団拠点の設置任務に加わってもらう。兵団拠点というのは分かるか。次の壁外調査の航路上に拠点を築いて、あらかじめ行軍に必要な物資を運んでおくんだ。壁外での作業になるから、本来は兵団配属前の新兵にやらせるような任務じゃないけど、君は大丈夫そうだね。ビビらないなんて大した度胸だな。今回は壁外といっても遠くまで行くわけじゃないから、そこまで危険なことにはならないと思うよ。だが確実に巨人はいる。死にたくなければ気を引き締めて臨め。いいな。この町の中心部に兵団拠点を設営する。総員、準備作業に移る。お前は俺と来い。町の周囲に見張り用の拠点を築く。設営できる拠点の数には限りがある。無駄な設営は控える。いいな。なるぞ。大体の巨人の位置は鼻で分かる。よし、その調子でやれ。救援要請か。行くぞ。大門に反応しました。大門する。倒しました。
くがエルヴィンほどには効かない。ここに拠点を作ります。いや、おっと、お前のような匂いの奴は周りにいない。いや、そう、じゃあ救援要請か。行くぞ。見張り拠点の設営は完了したようだな。それで巨人の接近を容易に察知できるだろう。主君が無事だとは思ってたけどね。ここからは私たちも合流するよ。兵団拠点の設営が済むまで片っ端から巨人を討伐してやろう。すぐに任務に取り掛かり、油断はするなよ。どうかよろしくお願いします。おっと、そろそろ作戦に取り掛かるとしよう。いや、討伐完了しました。救援要請か。行くぞ。わかった。増援を呼んで戦況を立て直す。やるぞ。いや。こう手こずるとは。すまない、俺は増援を調達してこよう。拠点を頼みます。兵団拠点の設営が完了したようだ。撤退の準備にかかってくれ。これで任務は完了だね。お前、いい仕事ぶりだったぜ。兵団拠点の壊滅は
作戦の失敗と同期だ。巨人が集まる前にここを離れなければ。そこに当たりを。総員撤退。巨人を討伐し急ぎ退路を確保せよ。そこを守って奴らを止めて。苦戦してんのか。言ってやらないとだ。奴らに霊感拠点を荒らされる前に迎撃用の拠点を設定しておきたいんだ。用貸してくれないか。まずは付近の巨人を討伐しておくぞ。行くぞエルバーさん。いや、ありがとう、助かったよ。よし、迎撃拠点の設営作業に移ろう。調子はいかがですか。裏口を叩いてる暇はねえ。行くぞ。これでどうだ。当たった。いや。よし、退路は確保した。総員、直ちに撤退せよ。なんだろう、様子がおかしいね。ああ、妙にざわついてるな。あ、三毛分隊長。どうした、何か事件か。危険隊が捕獲した巨人が2体とも殺されたんです。犯人
まだ見つかっていません。見張りが気づいた時には立体軌道で遥か遠くに行ってしまっていたそうです。兵士の犯行か。で、ハンジは？しばらく立ち直れないかと。だろうな。兵団として何が見える？敵は何だと思う？いや、すまない、変なことを聞いたな。よう、お前は呼ばれなかったんだな。憲兵団だよ。さっきまで訓練兵全員が集められてたんだ。例の巨人殺しの犯人が立体軌道で逃げたっていうから、僕たちの立体軌道装置も調べられたんだ。結局犯人は見つからなかったけど、君は任務中だったから容疑者から除外されてたんだね。お前はもう調査兵団を手伝ってるんだっけ？また巨人とも戦ってんだろ。すげえよな。俺も二度と巨人なんて見たくねえ。早く所属兵団を決めなきゃいけねえのに。なあ兄、お前は憲兵団だったよな。やっぱり俺もそっちにした方がいいかな。あんたさ、人に死ねって言われたら死ぬの？なんだそりゃ、死なねえよ。なら自分に従ったらいいんじゃないの？アルミ、あんたはどうなの？そうしなきゃいけない理由が理解できたら死ななきゃいけない時もあると思うよ。嫌だけどさ。さあ、決めたんだ。あんた弱いくせに根性あるからね。兄ってさ、実は結構優しいよね。は？だって僕らに調査兵団に入ってほしくないみたいだし、憲兵団に入るのも何か理由があるんじゃないの？別に、私はただ自分が助かりたいだけだよ。こんにちは。なんとかしないとね。うまー。おいおい、お前の意見は？おう、どの任務を引き受ける？
意外と手だれじゃなくて。
倒しました。
してくれ。
今から逃げられると思うか。了解です、任せてください。役面要請か、行くぞ。ここに拠点を作ります。了解。
ここに拠点を作ります。
る。
見上げたものだ。やはり前に嗅いだ時と同じだ。お前には何か他のやつとは違うものを感じる。お前何か特殊な力があるんじゃないか。そういうことだ。お前自身分かっていないようだが、何か特殊な力があるなら巨人との戦闘で役立つかもしれん。俺の花のようにどういう力か確かめたい。俺が見てやろう。ああ、お前が兵士としてやっていくなら他人と違う才能を見つけ伸ばしていくべきだ。思いつく限りの手段で力の正体を探ってやる。厳しい特訓になるかもしれんが、音を上げるんじゃないぞ。
頼みます。分かっている。走りすぎるなよ。
してやる。いや、ダイナック分かったぞ。俺は兵士としての責務を果たす。ダイナ、その調子だ。僕たちで終わらせよう。エンドさん、どうかよろしく頼みます。これだけ倒せば仲間の助けになるだろう。もう競うつもりはないけど、彼らに負けたくはない。よし、ダメなのか。